どうも、体育館ポツンとそばです。こんにちは。今回の企画はですね、この国語辞典、これにはたくさんの正しい日本語が載っています。はい、くそ日常生活でね、こうやって日本語をたくさん喋ってる中で、言葉の言い方だけで笑わすことってできるんですよ。なので今回はこの国語辞典から言葉を自分で選んで、まず意味を読む。その後にその言葉を言う。この時その意味はまあ普通に読んで、最後その言葉を変な言い方して笑わせるっていう企画です。いや笑うわけねえよ。あ、最後はこの企画。どんな企画。今から見つけます。ちょっとやってみてほしいよ。じゃあ一回水口に含んでもらって。水を含むね、うん、水口を含む。はい、今見つけたやつです。いきます。意味、物を背負ったり坂道を登ったりするとき大儀そうにゆっくり歩く様。言葉、えっちなんおっちなん意味、こんにちは。言葉、にはお。例で笑わないで一回やらしてじゃね、うん、もう結構ポンポンっていくわじゃん。材木の表面を削って滑らかにするための道具、カンナー。俗説に日本全国の神々がこの月に出雲大社に集まるためにそれぞれの地を留守にするのでこの章があるという。あるいはな、はの意味で神の月の意からとも、カンナ月。続いて、深く感心してちょっと待って怪しいぞ。これは切り替えた方がいいかもしれない。5分くらい流して誰も笑わなくてエンディングに行く説それ吹き出さないっていう動画俺見たいから。いきます。中国の憲法、カンフー。続きまして、丸一、白い玉、白玉いや、笑うわけねえよ。じゃあ俺がホイホイに弱すぎるっていうのがあるわ。あ、成立した。初めて。よし、ホイホイが頑張ってるなって思うと笑えもう笑ったから始まっちゃったじゃん。マジか、笑ったやつ交代か。え、どうする。オクラにしたかったのに結構もうポンポン言ってたわね。ないですか、うん。日数を限って神仏に願いをかけたその期限に達すること、万願仏教神道で一宗派の行政を管理する長、官庁これ成立してんのか。いや、俺も思った。俺笑ったけどさ面白いかな。全然じゃん。パッていくしかないの、うん、パッと。核兵器の開発、使用などに抗議の意思を表すためのデモンストレーションの一つ、参加者が地面に死んだように寝転ぶこと、ダンインこれでいいのだろうかこれでいいのダンイン、なんでその言葉いきます。アオイ科、不要属植物の総称、ハイビスカス。続きまして、営業所に待機していて注文に応じて利用者を運ぶ貸し切りの乗用車、ハイヤー続きまして、望むこと、ホスちょっと待って、ごめんごめんごめん。ハイが笑い情報でホイで俺が笑うっていう完全な身内乗りじゃないですかそうだよ。グロいぞこれやってる分には面白いんだけど。いやーこれ酒飲んだ時にやるやつやな、うん、いやそれで大きい飲んでるでしょ俺酒飲んじゃってっからレモンドの蜂蜜満足できる内容であり心惹かれる、面白いフグ科の金塊魚、トラフグ。怒って機嫌の悪い様子、プンプンいやそれよく見つけたねそれすごいわ。いやこれローテーションやな、ね、やだー、まじまっ太夫は傭兵がツボで、ザオは太夫がツボやな完全にじゃんけんだよ。すごいわ。5回死んだら罰ゲームにする。 OK、
心身の状態が正常でない様、不健全な様、病的。って言っちゃってやめて。ジャパンパイクは中古、お風呂、セコハン、セカンドハンド、理論、学説、また決まったやり方、セオリーこれ苦手だな、マジで。赤色テロ、節悪、石化、ゼネコン、シェパード、セミ、内国通常郵便物の一つ、封書、郵便書簡を言う。また第2種から第4種までの郵便物に該当しないもの。第1種郵便物。最悪なんだ。第1種郵便物。バケツの意味ないやん。フリーだ、一緒なんだよ。いや、むずい、無理だよ。テンションが一緒なんだよ。俺無理だわ。一緒だ。いや、太陽だ、やだわ。現時点で、僕が1回、ひよてんが1回、おかちゃんが2回、太陽が3回で、太陽がリーチです。ま、マジか。はい。江戸後期の滑稽本。浮世風呂。笑わないと思ってたから笑っちゃったな。いきます。長い間立ったままでいること、タチンポ。続きまして、焦点を調節するファインダーレンズと写真撮影用のレンズが別になっている方式のカメラ、二眼レフ。続きまして、刀で一度に切りつけること、ひとたち。続きまして、中のね、溺れてたんですか。刀で一度に切りつけること、ひとたち。続きまして、マジで溺れてた今。パラトフじゃないです。パラトフじゃないのかい。じゃあ今 の脳幹で太陽に読んだものから。嬉しい。南太平洋のニューヘブリディズ諸島などからなる共和国、バヌアツ。水で汚れを洗い落とす、すすぐ。肉や野菜を炒め、とろ火で長時間煮込んだ洋風料理、シチュー。霊肉料理、コールドミート。助かった。シチューやばかった。シチューやばかった。太陽めちゃめちゃすぎる。いきます。しょんぼりして元気なくその場を離れる様、すごすご。スケスケ、ズケズケ、赤道ギニア、赤色テロ、高手、やばい。くそー。大きくて重いものが転がる様、またその音の形容、落雷のとどろく音、またそのような音がする様、猫などが喉を鳴らす音の形容、至る所にたくさんある様、何もしないで時を過ごす様、ゴロゴロ。あー、終わった。普通のイントネーションで言われたから。ゴロゴロ。すげえそこまで長かったよ。ゴロゴロとかだったら絶対言わなかったけど、ゴロゴロ。発言もどうしよう。一個ギャグは思いつきました。おお、本当にお願いします。辞書、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 辞書と思ったら辞職。丈夫だよ。何かをするのに適当な時期、潮時。怖い。今
元がわからない。怖い。コロワイって言いました。コロワイ。やばいな、この動画。怖い。わかるか。怖い。コロワイ。コロワイかよ。罰ゲームはこれ編集。これ編集だった。うわ、最後に吹いちゃった、くそー。みんなまあまあきついな、これ。今回から、撮影日との毎回ギャップがありすぎるため、アップ前の様子をお届けしたいと思います。今回の動画どうですか？あの、僕たち絶賛の。いやー、俺がね、自分の言葉で笑っちゃうのよ。はい。それが本当に素人くせえなって。はい、何者でもないんですけど。あれ？絶賛してたんじゃないの？ちょっとね、編集をちょっと加えたことによってひどさが際立ったね、うん、本当に俺は編集した上でね絶賛だよ2、3、4体育館祖母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 体育